円貯まりました。でも2000万円ぐらい欲しいのでもっと頑張ってほしいです。天井が低い球場でボールがポコポコポコ当たっても大丈夫です。ピッチャーが大丈夫なんです。大丈夫です。セカンドベースちょっと行き過ぎただけでスリーボールが取られてしまった熊谷君、めげずに明日も頑張ってください。さあ明日で貯金が400万円になるかな。トラホーバッハ。